今日皆さんありがとうございます。ユニット名 SHK と申しまして、今日はチャージじゃなくて受信料をいただいております。はい、こちら新藤博之さんです。こちら服部浩二。何しましょうね。じゃあビールで。ビール。何しましょう。最初何ですかね。ウォーターメロン。あ、それでもいいですよ。うん、おでかいな。まず背中にありますからね。何しましょう。決めたんじゃねえのか。ウォーターメロンですか。ウォーターメロンパンでも大丈夫です。はい、じゃあウォーターメロンパンで。メロンパン。Thank you.
そのあたりも。ああ、そうしましょうか。じゃあ夏の時間、夏の時間気に入っていないですか。ないわ。
どうしますかね。ボサノバ。あ、いいっすね。何でいっぱいもいいかもしれない。いっぱいもいきますか。はい。
いい金までございました。どうしましょうか。喉乾いた。そこにウーロンハイがあります。はい。はい。どうぞ。リクエストしてもいいんですか。どうぞ。わかれば。スターダスト。おお。来ちゃった。来ちゃったな。ゼロで行きます。キーどこでやります。キーどこだろう。弦キーは D フラット。そう。C ぐらいでやる。うん、お任せします。よし。僕はカンペが。もう一口飲まして。一口。だったら今日皆さん、あの今日来ていただいた皆さんと乾杯しましょう、うん、はい、今日の出会い乾杯。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 金蔵さんに質問していいですか。あ、僕ですか。はいはい。あの下の名前はどう読むんですか。ひろきです。え、これ太平洋のように樹木の樹で。よかった、はい、私ね、陽気って呼んじゃった。あー、ひろきです、ひろきです。陽気な人です。確かに、確かに。あ、やばいやばい、俺メロディーあやめやだわ。やるよ。お願いします。
ありがとうございました。これあのくんちゃんもなべさんもご存知だと思いますけど、なんかシャボン玉ホリデーっていう、うん、ザ・ピーナッツとクレイジーキャッツがやってた番組の、うん、そうそうそう、あのエンディングでね、そうそうそう、やってたでしょ。そうです。私はライオネル・ハンプトンっていうあのすごいすごいビブラフォン奏者がいました。それと覚えましたけども、これなんだっけ、ホーギーカーマイケル、ホーギーカーマイケル、そうそう、もっと弁護士だっけこの人。嘘、あ、そうなの。なんかね、作曲、うん、あ、うん、違う、ホーギーカーマイケルはあとなんだ、スカイラークとかなんか使ってる、スカイラークレストラン、違う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 スカイラークという曲があります。なるほどなるほど、知らねえ。じゃあ他に何かやりますか。知ってる、今何、知らねえよな。8時40分。じゃああと1曲くらい何かやりましょうか、うん、なんか元気なやつ行く。なんかなんか、はい、ちょっとジャンルどうなんだかわかんないんだけど、はい、あのビブラフォンで思い出したんだけど、はい、真珠街のパール、チャーマロン、でこれあの次回の宿題しときます。はい、はい、なんて言う、新宿、忘れた。新宿はなんとかって言う、グレンミラーのやつ。グレンミラーか、ビリーボー、あービリンバー、じゃあ全然違う、ビリーバーオーケストラ、このやつ分かんない。夏っぽいから、ハワイっぽいから、なんかちょっとリクエストしてみて。ハワイアンっぽい感じ、なんかやります、ハワイアン、ウェディングソング。どんな曲だっけ。いやいや、俺もかね、いや、あれ、綺麗な曲ってしありましたね。じゃあ、ラブイーテンダーとか言ってみよう。あー、気になる。 D、うん、G、どこに G、 いや、D です。
いい感じだいいやりでしたね今あ、誰か来た